来年2月16日開催予定の第13回うましくに見え市長対抗駅伝の松阪市代表選手が決定しました。選手選考記録会は11月23日に中部大運動公園のトリムコースを使って行われました。この結果を受けて駅伝開催の実行委員会が総合的に選手を選考しました。監督は金谷勝弘さん、コーチは長尾和志さんが務めます。1区の小学校女子から10区の20歳以上男子までの選手はご覧の通りです。